さあ今回挑戦していくのはワイト最大攻撃力チャレンジ。はい、というわけでね、今回は、ワイトという皆さん最強モンスターをご存知でしょうか。闇属性レベル1、攻撃力300、守備力200というね、史上最強のモンスターなんですが、今日はですねワイトの攻撃力こちらをですね最大化していきたいと思います。理論上一人ネタレッジ選手権と言っても過言ではありません。今回はですね幹部会の竜の幹部会のメンバーに手伝ってもらいまして、最強のワイトを誕生させていきたい。このモンスター、そう、漆黒の帳の効果ギミックは回しながら説明しよう。漆黒の帳は闇属性モンスターをドローした場合、そのモンスターを見せて、墓地に送ることによって1枚ドローすることができるというカード。これはひたすら続けることができる。つまり闇属性モンスターを引くだけ、どんどん墓地に送り、そしてドローすることができる、デッキを掘り進めることができるという最強カード。さあお互いにこのギミックを採用しております。このギミックによって何をしたいか、それはお楽しみにしてください。さあどんどんワイトキングも墓地に送っていく。まあ、結局ね、全部墓地のモンスターは全て最終的にワイトに変わる予定でございます。さあどうやってこう、やばい、ちょっとネタバレカード来たな。守護神の子、このカードは、お互いの墓地で存在する、装備モンスターと同名のカードの数かける900ポイント打点がアップするというカードだ。さあ漆黒の帳の効果によって闇属性モンスターをひたすら墓地に送っていく。ひたすら引いて、ひたすら墓地に送っていく。さあひたすらドローして、ひたすら墓地に送っていく。いけ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 ドローが止まらねえ、ドローが止まらねえ。守護神の矛、ちなみにこのデッキ守護神の矛、こちら側のデッキに3枚、そして相手のデッキにも3枚入っています。さあ何が起きるか予想してください。さあクリボーを墓地に送っていく。さあひたすらに闇属性モンスターをお互いに墓地に送っていく。さあ今墓地のモンスターをほとんど闇属性の、ほとんどというか全部闇属性のモンスターになっているが、さあどんどん墓地に送っていく。残りデッキは12枚。さあドローが止まった。さあどっちが先にデッキを掘り切れるかな。さあドローしていく。あとはひたすらお互いにこの動きをしていくだけ。あ、お互いに同じ動きをして、トラップカードが1枚伏せられたな。トラップカードが1枚伏せられていった。おっと、女神の加護だ。女神の加護でこれによって相手よりも俺の方がライフポイントが2000減っている状態だ。そう、つまりスキルの発動条件を満たしているぜ。さあキラートマト、いいだろいいだろ、どんどん進んでいけ、どんどん掘り進めていけ。いいぞ。さあお互いの残りデッキが少なくなってきた。帳の効果はもうそろそろ使わない方がいいんじゃないか。いや、大丈夫だな、使って大丈夫だ。帳の効果で1枚ドローして1枚、 OK、 いいだろう。そして順番間違えた。まずはスキル発動、原生復帰の制約、相手の墓地のモンスターを全てワイトに変更する。そしてカードを1枚セットさせてもらおう。そして手札より、嵐を発動、相手の魔法トラップカードも全て割っていくぜ。よし。そして守護神の矛も装備するぞ、相手のモンスターにな。2万100。2万100。そして守護神の矛を装備することで3万9900。さらに守護神の矛を装備することによって5万9700。さあまだまだワイトの攻撃力はこんなもんじゃないぜ。みんなやばいことが起きるぜ。今から見てろ、見てろよみんな、やばいこと起きるぜ。サイバーテックフュージョンサポートの効果によって相手の方がライフポイントが2000以上少なくなった。つまり今度は相手が原生復帰の制約をすることができる。113700。さらに守護神の矛を装備していく。守護神の矛はお互いの墓地に存在する装備モンスターと同盟カードの数かける900ポイントの打点を、装備モンスターの攻撃力をアップさせることができる。22万7100。やばすぎー、やばすぎ、やばすぎやばいこと起きてる。20
227,100 だってよ。どういうこと、どういう状態これ、やばすぎるでしょこれ。ユニコーンにしとこう。攻撃力なんかあんのかな、攻撃名かあるんでしょうか。さあ殴っていただきましょう。やばい。これやばいってこの状態。ゲーム終わるでしょうね。226,800 ダメージ。終始茶番ですいませんでした。